先月無人化された大分市の JR 高城駅で遠隔で利用客の案内などを行うスマートサポートステーションの体験会がありました。この体験会は JR が開いたもので、県盲人協会から視覚障害者9人が参加しました。スマートサポートステーションは無人化された市内10の駅に導入されていて、オペレーターがカメラやインターホンを通して駅の利用客に案内などを行います。また支援が必要な人は事前に予約をすれば駅員が配備される仕組みです。今日参加した人たちはカメラ付きインターホンを実際に使用したりしていました。視覚障害者の一人はホームからの転落など不安はあるが、実際にサービスを体験して少し安心できたと話していました。